こんにちは、こんばんは。龍神鳥海運講演会の埼玉講演会に、参加させていただきまして、今終わったところです。先生、今日もありがとうございました。ありがとうございました。今日もね、満員御礼でね、はい、キャンセルの内容が感じだったですね。本当に楽しい内容ばっかりやってるんでね、ぜひ、ね、皆さんまたいろんな各地でやってますので、ね、ぜひ来ていただけたらなと思います。ありがとうございます、はい、今日もね、本当にびっくりする情報が、写真とかね、そういうのとか ね、 地球はこんな形なんだとかね、やってるよね。こんなこと朝一やったらいいんだとかいう話もね、させてもらってますけどね。本当にね、そのお金がかかる話じゃないんでね、できることはやったら面白いかなと思うんでね、信じなくてもいいんでやってみるっていうことですね。いろいろね、前向きなね、内容なんでね。そうですね、今日もすぐできることをたくさん、はい、靴箱とか冷蔵庫とかね、うん、朝一番いい言葉を言うとかね。そうですね、先生の渾身の演技でね、なんかやったから、もう、あんまりもう前立てたらね、もうわけわかんない、何言ってんのか僕もわかんないこと喋ってるから、ね、あ、うん、だから台本はいらないんですよ、うん、本当にね、口に出すことだけでね、体調が良くなったりね、いろ、んな経済的な面が良くなったりとかいろいろするんでね、やってみたらどうかな。踏み子っていうね、お札の匂いを、香木を使って再生した匂い袋で、これをお財布の中に入れるとお金が寄ってくるという、そういうのですね、まあ、そういうのをね、各会場でね販売されてるんで、欲しい方はね、ぜひぜひ来てください。あ、で、青田さんなんですけども、はい、お香を作られてる先生です。青田です。この香木は、はい、先生とのご縁をいただきまして、お財布に入れていただきますと、もうお財布のお札の方が香りを忘れずに、本当は出て行きたくないって思うんですけれども、たとえ出て行ったとしても、お友達を連れてくるっていう不思議なお香です。そうですね。素晴らしいね。まあ、日本中でね、皆さんそんなにやっぱすごく経験してる人は、体感してる人は、使ってきてますからね。どれぐらい持つんですか、言ったら、早い人は3ヶ月、長い人は1年ぐらい持つかな。その財布の、なんていうかな、隙間によってね、やっぱ、いろいろね、出方が変わるんで、ね、で使い終わったら質の記憶でね、はい、こういうふうに開けてね、はい、あ、そう、ぜひぜひ最後切っていただいて、で、もともとはお焼香に使うこう粗めの香木が入ってますので、できましたら炭の上にこう落としていただいて、最後お炊き上げ、で、墨がない場合はもう本当新聞紙をくるんで、こうピュッとひねった感じで火をつけていただいた中にありがとうって言ってました。そしてまた最後香りが、あー、そうそう、よかった、それは知らなかったので、ね、やってみようと思います。ぜひよかったらね、この YouTube チャンネル、愛子チャンネルで、ね、拡散してほしいなと思います。はい、あ、よろしくお願いします。また愛子さん、愛子さんのね、不思議なね、まあ、冬には必要なね、玄米回路っていうのをね、手作りで作ってますんで、はい、ただね、神様のエネルギーが入った状態でね、皆さんに提供できるかなと思っておりますので、ありがとうございます。先生にね、エネルギーを入れていただいて、はい、龍神開運玄米回路、はい、はい、もうすぐね、涼しくなったら、はい、そうだね、はい、あ、そうだ、金髪、金髪だよね、金髪です。これはね、金の話、髪の毛が金色っていうのは、神様が黄金に光ってるということで、向こう側に非常にね、気づいてもらえるんですね。で、向こうからの、まあ、なんていうか、キャッチできるというかね、そのような感じでね、結構芸能界の人でも金髪の人で何でか売れてたり、いろいろしますからね、まあ、そういうのをね、ちょっと実践してる。僕もこれ、ちょっとずれる、あ、ずれる、これ僕の髪の毛です。そうね。
よくね、髪の毛が痛むっていう人いますけどね、痛むと思うから痛むんだと僕は思うんで、僕はね、逆に毛根めちゃ強くなってますよ。毎月ちゃんとやってますけどね、V 字をしっかりいろんなところでつけてますかけてます。ね、お二人とも金髪でね、私ちょっとだけね、ちょっとだけちょっとだけ、その事故がありますからね時間の問題で時間の問題でいやー、はい、ちょっと楽しみながらいろいろ、結構ブロック外れてきたんで、ああよかったよかった、ああもうね本当にね、うん、はい、でもブロックがあった自分も懐かしいやろ。あ、まあそうですね、今日もね懇親会でコーラいっぱい飲みました。あ、大丈夫コーラなんて大丈夫かなコーラって体に悪いって言われてるけど、ねえ、ねえ、でも僕の知り合いでね、コーラ飲んで死んだ人今のところ知らないです骨も溶けないですね、溶けないね、溶けるかなと思ったけど溶けないね。そうですね、うん、あれ塩酸と炭酸誰か間違ってるんですね、うん、まあダメだよね、かなりね外れちゃった、外れちゃって、ああ、よかった、迷いながらですけどね。ああ、まあいいんじゃない。もうかなり、まあ、真面目だから、いろいろもうガチッとね、やっぱ楽にしないとね、自分をね、いろんなことの情報があるけど、いいのだけチョイスしたらいいし、間違ってたら、うん、あ、元に戻したらいいし、うん、ね、気楽に行くのが、そうか、やってみて、そう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 、いやいちいち悩んでるんでしょ、先生の講演会の後に。そうそう、ってどうしようって悩みを言ってるからねもう夜も寝れない状態しますよ本当に、ね、結構悩みながら、そうそうそう、自分の道をね探ってます。そうですね、はい、あ、これちょっと言い忘れた、このね踏み子っていうこういうやつね、これは包装なんで中身を出すと白いねティーパックみたいなのがあるんで、それを直接最後に入れると、この折り紙の包装はあのもう使わないんでね、それだけね、このまま入れてる人いるんですよ、先生中持ちしますって、それはしますよ匂いまだ出てない、ちょっとしますよ多少は出さないと、ね、出さないと、ね、ごめんね、そうですね、いやもう本当にね、あのなんだろう、買い物がより楽しくなって、お金出すたんびにいい香りって思って、そうよ、ね、香りをね、うん、感じるってすごい大事ですよね、五感、ね、が身につかさまれる、身につまされる、はい、いや本当に嬉しいです、はい、ありがとうございます。なんか言い残したことはないです。私もね、あのアイブさんと一緒に結構外れてきてるあ、そうですか、うん、いろいろ、うん、本当に友人会最高です。本当ですよね。もう結構もうみんなのみんなの友人会ですよ。ね、はい、みんながいるから僕もね喋らされる方がそんな感じです、ね。今回はね主催者はね野村拓也さん、まあ、木村拓也によく似てるんだけど野村拓也。じゃあ登場していただいてよろしいですかね。ありがとうございます。木村拓哉と一文字違いの野村拓哉と申します。いや相撲のことをね僕がいいんだよっていうことをね、いろんな、まあ、元気もつくし運気も上がるしっていうことでね、いいんだよっていうことをね、まあ、ずっと前から言ってるんですけど、それをねどんどん探求していろいろ調べて野村拓哉さんはね、で皆さんにね番付を持ったらいいよとか、まあ、いろいろ手形とかね、お相撲協会にも会員になって、で、まあ、みんなでお相撲を観戦しようとかいう感じでね、ものすごい精力的に動いてくれててね、学校の先生ですよ。あ、一応そうなんですよ、まあ、ちょっとぶっ飛んでる感じですけど、ね、次回は11月の18日月曜日に行わせていただきたいと思います。場所は、場所は埼玉県富士見野市の上福岡駅という駅から歩いて5分の東京国際学園研修センターで行います。もしあのお時間が合えば来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。今日もすごい良かったです。もう暖かい会で、はい、もう野村さんとかでした。ありがとうございます。嬉しいです。そう言っていただけて。あの抽選会とかもね。良かったね。手形とか手に入ってるもんだね。私も銀貨を銀貨ね、銀貨、そうですね、金目のものを金目のものを全然言ってますよ、金目のもの、銀だよ、
金よりよしてか銀だからね。もうそれ以上は講演会に来てください。そうですね、そうですね、楽しかったです。本当にございます。ありがとうございました。講演会ね、やっぱ、まあ、一律だいたい値段決まってるんですけども、やっぱり内容がね、内容なんで、まあ、ちょっと高めな設定なんですけどもあの家族と相談の上来ないとちょっと揉めたらいかんのでね、講演会高いって言われてね、まあ、一応値段言っときますよ。基本は、まあ、その会場によってちょっと高級なとことかあったらもっと値段上がっちゃうんだけど、基本は値段言っときますよ、1000円です。1000円です。ねえ、この情報量で、あの映像で、はい、1000円って、ね。まあまあ、ね。だって、昭和初期の人、1000円が家が建ってたからね。確かに。ね、この辺も相当ですよ。これはもう1000円がびっくりしますよね。昭和初期の人、みんな顎外れてますよ。1000円なんて。まあ面白いんで来てくださいね。本当にあ、お子さん連れて行ってもええんで、あの泣かなかったらいても大丈夫なんでね、わーわー言わなかったらね、まあそういう子がいたら、このパパタンっていうね、獅子なんですよ。もう獅子そっくりでしょ、これ羽がついてる獅子って珍しいけど、これパクッと噛むと、子供の頭噛むと おねしょがなくなったりとかいろいろ言われるんでね、調子こいてやってますから来てください。普通の獅子舞も噛まれるといいんですよね。そうです。もう普通の獅子舞で、秋祭りこれからなんで、獅子舞があるとこがあれば頑張って子供を連れていかないと、基本中学生以下の子供に頭噛んだから、だすると悪いのを噛んでくれるんだって、獅子は。だこれも獅子にしてる、ね、そうなんですよ。まあ、だからぜひぜひね、今そういう風習がなくなってきてるから、ちょっとでもね、そういうのをね、取り戻したいなって思います。僕は小学校の時はもう自分から頭を持ってきておりましたよ、昔は。もう楽しかった、お祭りって楽しかった。今お祭りなんてもう暑いし蒸し暑いし、もう家でゲームやってるみたいなのが多いじゃん。でもたまにはね、やっぱ外から子供を連れて行ってあげてね、夜店とか面白いのがね、あるんで、そういうの体験させたらいいんじゃないかな。知らなかったんで、ね、そんなちっちゃい子いたら連れてきて噛んでほしいですね、頭を。そうやね、もうめちゃくちゃすごい。ここでもね、もう噛みすぎて見て歯がないんだよ。いや、元からないんだけど。こんな感じでね、本当にありがとうございました。また皆さん、懲りずにまた見てくださいね。まあ、愛子さんの YouTube と僕もちょこちょこ見てるんですけど、ほんまに自然派なんで、自然派 YouTuber 愛子、はい、天然派でもいいですけど、まあね、楽しいですからね、ほんま、なんていうかね、普通のか素朴な感じで自分の気持ちをいろいろ言ってね、上がり下がりいろいろありながらね、なかなかそんな YouTuber いないですからね、本当になんていうか身近な感覚に捉えれるかなって。ありがとうございます。ね、そうもね、あの今3年人ぐらいだから、まあ ね、はい、まあ、いろいろヒカキに負けないようにね、そうですね、頑張りたい、ね、言ったら叶うんで ね、 ですね、言ったらそうですね、最近モンモン YouTube ってやれやがああってやっとったらね、やっぱ可愛いっていう大事だからね、可愛いが、そうですね、やっぱりね、可愛い大事だからね、そうですね、シナモンロールも可愛いやろ、みんなこれね、これはちょっとね、あのおすまさんそう、ね、ヤバトン、ヤバトンっていうのも、かわいい、まあいろいろいます、はい、また見に来てください、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。